金剛山青年線は、朝鮮民主主義人民共和国江原道安平群に、ある安平に駅から高城郡にある観光駅までを結ぶ鉄道路線である。元は、日本海に沿って軽減線が通る元山から京州、富山までを結ぶ東海線の計画に基づいて、京州から北進する東海南部線と、元山から南進する東海北部線の建設が始められ、 1929年により、暫定的にその一部が順次営業を開始したもので、ある。1937年には上用までが開業したが、ここから先は建設中のまま終戦を迎え、全通しなかった。暫定開業であったことから重要性は、低い路線で、旅客列車の本数は数往復程度であり、東海北部線の駅は、 朝鮮総督府鉄道で最も勤務が楽な駅とも職員から呼ばれたと言われる。しかし、沿線には、混合山観光の入り口である外混合駅など、いくつか観光地も存在し、観光シーズンの5月から10月にかけての日曜、祝祭日の前日には、京城からの夜行列車が外混合駅まで運行された。太平洋戦争終結後、日本統治終了により、 北三38度線を境に国土が南北に分断された後、東海北部線の運行は北朝鮮側の手によって行われていたが、その後の朝鮮戦争で設備は完全に破壊され、韓国側、北朝鮮側ともに列車の運行が行われなくなった。1996年に安変駅、金剛山青年駅間が再開業して、金剛山青年線と名付けられた。 2005年12月には、金剛山青年駅から観光駅を経て、韓国側のイノシシツ駅に至る区間が再開業した。ありがとうございます。